僕は G5 と 300XTC、はい、STC です、はい、あとは305の方と、日中出していただいて、私はナイロンの方で X1 の方で担当で、三浦コーチが、まあ、こちらはストロークの時同じ、担当なんですけど、かなり乗る感じが、そうですね、本当に強かったなというのがありましたね、まあ、これはあの300にしても305にしても同じようにこうちょっと前作にもかなりボールが乗るなっていう感じが本当に強く出て、やっぱり飛ぶ感じ、パワーのある感じっていうとやっぱり300なのかなというところで、まあ本当によりコントロール性、結構ボレーでもこうちょっとスイングワークを強くガッと振って打った時なんかにしっかり収まってくるなという感じの300というところは、本当にこうどちらのザドラケンの特徴がはっきり分かれているなというところにはなりました。でボールはスライスってこう取ってこう押すような、取って押すようなって感じの話をすると、乗る感じっていうとどっちの方が乗ってたかな。正直どっちも乗ってたんで、なんですけど、個人的には305の方がすごい掴みやすいなって、で、まあ、300も300掴んでたんですけども、こっちの方がよりコントロールしやすくて自分が狙ったところに行って、逆にこっちの方で取ってる動きが、まあ、多少のブレはちょっとあったんですけども、しっかり乗って伸びてるなっていう感触は、300の方が伸びてるイメージありました。結構こうストロークでこう受けてた側で立った時に、結構球がこう落ちてからの滑ってるから、だから多分取って押してないと、ああいうこうスライスの低い段で滑ってこないんですけど、結構打って受けてるとよく分かるな、あ乗ってるな、本当に滑ってきてるなっていうのが分かるので、プレーの上手には一緒です。はい、5グラムの違いとスニングパターン、はい、あとはXTC の入っている位置が違う、はい、多分その多分ラケットの打った感じのこう硬いとか柔らかいとかっていうところも、なんかストリングパターンの違いだけじゃないだろうなっていう違いはよく分かると思うので、ちょっと興味のある方はこれぜひ打ち比べてほしいなと思えるラケットです。これは何かというと300かな。でもこれも結局ちゃんとこう自分で打っていきたかったら多分305になると思うんですよ。ミドルボレー、ローボレーからでもしっかり取ってガーって押して運んで攻めていかせたい人は305を選ぶと思うんですよ。ただ実感だったら、ただ300受けて多少こうゲーム展開で受けて勝負する、まあ、作って勝負したい方なんかだと300の方がパワーフォローがでいいっていう人もいると思うので、ここボレーヤーでもその攻めたいのかこう作っていきたいのかによって変わってくるんじゃないですか。ティーファイトらしいっていうのは305の方かっていう、そうイメージは、今までのティーファイトだよねっていう感じは305の方が味わえると思う。それでもちょっと優しい感じで、ね、うん、そうですね、打った感じの柔らかさを考えると、あちょっとこうよりこう皆さん使いやすくしてくれてるなっていう感じがします。はい、幅広い方に使いやすくしてますね。今回この商品に関しましては、コントロール系のラケットというところで正幅も作っていますし、あとはフェースの面積も98という形になっています。ですので、まあ先ほどそのかなりパワーを感じていただいているというふうに思うんですけども、あくまでもコントロールをベースに、コントロールがあり、さらにパワーがあるというところで、そこの部分を体感いただけたんじゃないかなというふうに思います。そうですね、フレームがこう薄、まあ、比較的まあ薄めの系統、はい、まあ、見た感じで言うとボックスと言われる系統の中で、はい、ポンと打ってみると、あ、確かこれだったら、はい、パワーはあるよねっていう、この見た目とかスペック以上のって意味のパワーですね。はいはい、ただその中でもやっぱりこう打って乗ってるっていうところを実感できると、はい、やっぱりコントロール性のバランスっていうところはしっかり取られてるのかなと、はい、特にフェースが98っていうのは結構操作性の面でメリットがあって非常にミソかなと思います。はい、サーブを打っていただきましたが、どうですかね、まず比較が多分できるかできるっていう、かなり違いが出てくると思うんですけど、すごくフラット系とかに関しては、まあ、305の方が打ちやすいな。正直ボールの当たった後の伸び方とかの打った感触的にも、フラットの系に関してはこっちの方が 305g のティーファイトの方がうまくコントロールしてて、かつ打った感触気持ちよかったなイメージあります。で、逆に回転系に関して言うんであれば、最初に言ったように 300g の方が回転かかってるので、まあ、スライス系、あとはスピン系なんかは、まあ、跳ねたり滑ったりしてる感触はあったかなっていう、まあ、どっちも振り抜きはすごくやりやすかったので、まあ、正直言うとサーブ、あそこまで言ったら久々なんですけども正直言うとけど、どっちも気持ちよく打てたんで、ちょっと迷いますね。
正直そういうところです。受けてる方もなんとなくやっぱりこう跳ねるっていう感じ、落ちてから弾道もそうなんですよね、はい、多分一番多分イエスは弾道だと思うんです。高い弾道でこう跳ね上がる、打点からボンと出て落ちてからやっぱりこう跳ね上がってるとか、落ちてから変化してるっていうのはやっぱり300で打つっていう方がやっぱ回転を勝ってるんだろうなっていうのと、いかんせんこの18、19の305グラム打った時の球、厚い値で当たった時のサーブの落ちてからがかなり速いので、このサーブでもこう取ってくるっと押し込んでるっていうところがあって、ちゃんとこう制御もしやすいっていうところが、この XTC という新しい部分が非常にこう打った時の感覚的な柔らかさっていうところに、ちょっとこう前作と比べても非常に扱いやすくなったのかなというところが率直な感想です。さっきちょっとお話の中で、あと、はい、Tファイトらしいっていうちょっと言葉を先ほど言ってね、本当らしさ、コントロール性の高さっていうところで Tファイトらしいっていうのを305でこのストリングパターン18、19、結構ハードな印象があるとは思うんですけど、多分そのイメージよりもはるかに打球感は柔らかく、はい、ちゃんとこう飛んでくれるっていうところもあります。ぜひこの新しいモデルは多分スペックだけではちょっとなかなか感じ取れない部分があると思うので、はい、ぜひ手に取って使っていただきたいなと思いますので、ぜひこの私の動画も参考していただきたいなと思いますので、はい、でシリーズ的には結構これ新しいモデルがたくさん、はい、今回ですね、全部で7スペックご用意しています、はい、一番下は265から限定なんですけども、まあ、320というところまで全部で7スペックご用意しています。はい、ですので、まあ、この詳細につきましてはまたホームページの方をですね見ていただければというふうに思います。うちの商品商品ページにも紹介しておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、島田さん、はい、このバッグすっごい気になってて前より大きくなってませんか？こいつですか？はいはい、こちらなんですけど、前作バックパックプロというのがあるんですけど、それの一回り大きいものを出させてもらいます。バックプロって中仕切りがついてる。そうです、はい、中側にこうセパレートしやすいようにですね、セパレートは、はい、はい、いいなってすごい小さい声でいいなを連呼している三浦コーチありますけど、その大きさは遠征とかにちょうどいいかなって。そうですね、前作で少しやはり荷物が少ないという声がありましたので、そういった方に向けて今回ご提案という形になります。どうしても試合とか行くとこう必要なものも多いし、ラケットも何本か持っていくってなるとね、容量的には大きい方が絶対に使いやすさがあると思うので、そういった方には便利な大きさになってくるんじゃないかと、はい、おすすめ、おすすめモデル、島さんおすすめの、はい、ピンです。おすすめです。はい、はい、なのでぜひこちらのラケットとあとバクロもですね、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。